ラミアは、ギリシャの中央ギリシャ地方の首都であり、フティオティダ県の県都である。語源には、諸説ある。中世には、ラミアの町は、ジトニオンと呼ばれ、869年に開かれた第8回、キリスト教皇会議の中で言及されたのが初めであり、その後変化を経つつも、19世紀初めまでジトニとして、名称は残った。この名称についてもいくつかの説があり、 アラビア語のゼーツン、から取られたという説や、スラブ語のシトニオン、からだという説もある。1204年に、ラテン帝国がジトニオンを攻略すると、この町は、ジルトニオン、ジトニオン、ジルトン、エルシトという名称で呼ばれるようになった。さらに、オスマン帝国時代には、イズティンとも呼ばれた。古くは、紀元前5000年期の頃から人間が住んでいたが、ラミアが歴史に登場するのは、 紀元前424年に発生した地震の後からである。その頃のラミアはスパルタの重要な軍事基地であった。その後マケドニア王国のアレクサンドロス3世に征服されたが大王の死後、アテナイアギリシアの他のポリスはマケドニア王国の支配に対して反発した。この時、マケドニア王国の将軍アンティパトロスはラミアの町に逃れた。 この紀元前323年から紀元前322年にかけて行われたラミア戦争はアテナイの将軍レオステネスの死と2万人強のマケドニア王国軍のラミア到着によって終結した。その後、特にアエトリア同盟の統治下に入った紀元前3世紀にはラミアの町は繁栄した。しかし紀元前190年に共和制ローマの失政官、 マニウス・アキリウス・グラブリオがラミアを占領すると町の繁栄は終わった。1829年にはキリシャ領となり当時は国境の町となった。アクロポリスからのラミア市以外の風景。ありがとうございます。